なんか暗いんだよ、何考えてるか分かんねえし。まったくだ。一人余るんだ。どっか入れてあげなよ。え、勘弁してくれよ。ごめんね、堀さん。助かるよ。いいよ、仙国。くんの頼みだし。それで悪いんだけど、これもお願いできるかな、堀さん。え？ごめんね。こんなことお願いできるの、堀さんくらいなんだ。仕方ないな、仙国。くん。堀、クマ、うっそ、生徒会のやつでしょ。なんで堀がそこまでやんなきゃいけないわけ。もう断っちゃいなよ。引き受けたからには最後までやんないと。俺らばかりが手伝えることなんてねえんだろうな。俺の方がちょっとだけテストの点上だけどね。包帯で威張んな。俺だって体育にテストがありゃさ。どっちもどっちか。成績上昇の戦国会長からしたら。そうだ、堀と争える唯一の存在。その上顔も美形で女子にも人気。堀さんもまあ好意持ってるから手伝ってるのかもね。堀、体育語と答え語、どっちがいい？常識獣、静かにして。堀さんっている？綾崎さん。あ、堀さん。綾崎レミじゃん。うわ、すっげえ美少女。これ、今日の分、持てる？大丈夫、ありがとう。あれが戦国会長の彼女よ。マジかよ、まさに美男美女カップル。でも綾崎さんって生徒会役員なのにあんま実務はしないらしいよ。マスコットポジションっていうか。じゃああいつの仕事が堀に回ってきてんの？違うわよ、私が勝手に引き受けてるだけ。堀さん、じゃあお先に。バイバイ。帰り気をつけてね。大丈夫ですか？あ、昼間の。もう急いでんのに。一応揃ってるか確認を。全部拾ったんだからあるでしょ。堀さん、これで元気？
気になってくれるかな。昨日確かに頼んだよね。やったわよ。それが今ないからこうなってるんだ。ちゃんと渡したわよ。なくしたんじゃないのか。なくしてないわよ。何？何の騒ぎ？やめろ。森が昨日ちゃんと渡したわよ。そうだよね、綾崎さん。レミは知らないって言ってるんだ。その場で揃ってるかは確認しなかったみたいだけど。だったらそっちが。森さんはちゃんと確認してから渡したの。え、これ今日の分ありがとう。じゃあ。それは仕事を頼んでおいて言いづらいけど、その書類がないせいで作業が進まなくて困ってるんだ。おい、どこ行くんだ。私たち責めてるつもりはなくて、正直に言ってくれたら。堀はちゃんとやってたわよ。私見てたもん。みんな落ち着いて。堀さん、黙ってちゃ何もわからないよ。言わなくていいよ。やめろ。なんだ君、今大事なんだ。やめろ。暴力反対。探し物ってこれ。これです。なんであなたが。昨日ね、綾崎さんと渡り廊下でぶつかったんだ。その時書類が散らばって、昨日は気づかなかったけど草むらの中に入り込んでたよ。ちゃんと渡してたんじゃん。レミ、あのごめんなさい。じゃあ京ちゃんは何も悪くなかったってこと。京ちゃん戦国。あ、ごめん堀さん、こちらの勘違いだ。申し訳ない。本当にごめんなさい。いいよ、もう大丈夫だから。ま、誤解が解けてよかったな。もっと謝ってもらってもいいと思うけど。あの、ありがとね、宮村。偶然だから。でもよ、頭突きまでしなくてもよかったんじゃねえの。ね、あれはなんかムカついたから。グッジョブ。スカッとした。おお、いい。そういえばさ、会長京ちゃんって呼んでなかった？え、堀さんも戦国って呼び捨てしてたし。何、どういうこと？もしかして元カレ。違う、ただの幼なじみ。え、初耳なんだけどそれ。ごめん、小さい頃戦国には悪いことをしたなっていうか。悪いこと？だからまあその罪滅ぼしのつもりで手伝ってるっていうかさ。罪滅ぼしであれだけやるって一体幼き会長に何を。大丈夫？冷たすぎ？いや、なんかおかんが走った。宮村のこと気になってんでしょ。違うし。まあ、あんなと突きかまされたら気になっちゃうよね。かまされたのは戦国でしょ。気になってない。Thank you.
何よ。ドキッとした？するわよ、いきなり掴まれたら。あ、堀って生命線長い。え、長寿線だよこれ。宮村、お前。おはよう。おはよう。どうしたのその顔。殴られた。ちょっと喧嘩して。はあ、喧嘩って誰と。いや、あのね、実はオス石川。喧嘩の原因は堀には関係ねえよ。トールは勝ったの？負けたの？何見てんのよ。別に負けたんじゃねえの。殴り合いの喧嘩したってこと？いや、実は堀さんが原因なんだけど。お前は堀のことが好きだ。え？お前じゃなくて石川くんがでしょ。じゃなくて宮村、お前堀のこと好きだろ。いや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 。じゃねえと生徒会長に頭突きまでしねえだろ。堀さんじゃなくて石川くんでも頭ついてたよ俺は。堀もお前のこと好きだったら。ないから。どこにそう思う要素があるわけ。じゃあ実際堀がお前にそういうこと言ってきたらお前なんて答えんだよ。堀さんは俺を友達としか思ってないから。だからなんで言い切っちまうんだよ。ごめん、急にびっくりさせるから。このわからずや。ごめん。え、ごめん。結局全然わかんない。なんでこうなったわけ。じゃ何よ。まあいいんじゃん。そういう喧嘩ができるくらい仲がいいってことでしょ。まあね。いつの間にやら。生クリームの分チョコタルト自体はビターにしてあるから。え、ってことはこれ宮村が作ったの？最近ちょくちょくね。この間のフルーツタルトも。マジで？すごいじゃん。いただきます。いただきます。うん、おいしい。何？本当だ、生命線長い。え？この間吉川さんと喋ってたでしょ。聞いてたんだ。宮村は？
生命線短っ。大丈夫？え、そう？宮村手白いな。変なの。宮村の方が手大きい。普通そうでしょ。好きだよ。ただいま。おかえり。ただいま。おかえり。早かったね。あら？噂の宮村くん？お邪魔してます。宮村泉です。泉くん、かわいい名前ね。京子の母です。ゆっくりしてって。いえ、ちょうど帰るところだったんで、そろそろ。じゃあ帰っちゃうの？うん、また来るからさ。じゃあ失礼します。お兄ちゃん、またね。またね。また来てちょうだいね、泉くん。お任せでいい？うん。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。あれ、マジで？だるい。なんであんなこと言ったんだろう。まさかそのせいで知恵熱？何よ、手が好きって。っていうか宮村も好きだって言ってたし、あれも手のことなのかな。京子、ごめんね。急な仕事が入っちゃったの。一緒にいてあげたいけど、ママ行かないと。ママ、私。夢。堀さん、お水飲む？うん。のゼリーとかスポドリもあるから飲めそうなら言って。なんで宮村？いや、堀さん学校来ないし、 LINE しても既読つかないから心配になってさ。薬は飲んだ？買い置きの。じゃあもう少し寝て、熱が引くのを待つしかないね。ちょっと待ってて。堀さん、何してんの？ちゃんと寝てないと。どこ行くの？
どこ行くのよ。平気だよ。今はパパいないし、ママがお仕事大変なのも分かってる。いってらっしゃい、ママ。どうしてよ。なんでいないのよ。どうしてよ。強い人だと思ってた。だけどそれだけじゃなかったんだ。それどこ行くのじゃなくて、行かないでじゃないの。どこにも行かないよ。堀さんが望む限りここにいる。水分取らなきゃね。川君にだけど連絡しといたよ。授業の課題は特に提出しなくていいって。あと俺堀さんが好きなんだけど、結構前から。それと冷蔵庫にいろいろ入れといたから。リビングにいるから何かあったら LINE して。連絡事項と一緒に。っていうか連絡事項に挟んで言うの。起きてるの知ってたの。わからない。確認したい。でももう一度は言わせたくない。このまま聞かなかったことにすれば、もう少しこのままでいられるのかな。俺なんかが告白して迷惑だったんじゃないかなって。今の関係がなくなるのが怖くて予防線張ってるだけだろ。起きてたの知ってたとかずるい。お前に娘はやらん。俺が好きなのが堀さんなんで。